アントワーヌ・ルイは18世紀のフランスの外科医、生理学者。彼は地元の軍病院の外科医である父から医学の訓練を受けていた。若い頃パリに移った彼はサルペトリエール病院で優等生だった。1750年、彼は生理学の教授に任命され、40年間その地位についていた。1764年、彼はフランス医学アカデミーの生涯秘書に就任した。ルイは生涯のうちで亡くなった他の外科医の伝記を含む手術に関する多くの記事を発表した。また、オランダの医師ヘルマン・ブールハーフェの外科的格言も発表している。ルイはギロチンのプロトタイプを設計したとされており、発明後しばらくの間は彼の名前を取ってルイゼットやルイゾンと呼ばれていた。しかし、後にフランスの医師ジョゼフ・ギヨタンにちなんで命名された。彼の死刑のより人道的な方法の擁護がギロチンの設計を促した。メモアール・コントレラ・レジティミテ・デ・ネイセンジス・プリテンドズ・トルディーブス、1764、トーム・プレミア・テクスト・アンタグラル、トーム・セカンド・テクスト・アンタグラル。ありがとうございます。